これどういうことなの、明日の25時って何なの、なんだ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 、アッキーナ君に相談するべきだ。ありがとう。はい、何どうした、あ、聞こえてたの、うん、あのね、あ、そう、うん、あのちょっと恋愛相談なんだ。恋愛相談、ちょっと待って、一回座ろう。どうしたんどうしたん、聞こえてなかったらスルーしようとした。いやいやいや、おじさんそういう話大好きよ。私田舎育ちの女だったから、はいはいはい、ちょっと世界のこと何も知らなくて、うん、キャバとかホストで3000万とかしたんだけど。え、なにそれは使ったってこと。うん、うん、どうした。とりあえず、とりあえずとりあえずそこからね、うん、関係がちょっと始まった男性がいて、でなんかその人となんかいい感じにちょっとなってたんだけど、昨日ちょっとデートみたいな感じになったのよ。ほう、でもなんか向こうはホストで、ホスト、あ、私はお医者さんだから、うん、なんかこのままの関係じゃやっぱ良くないかなって思って。ああ、なるほどね。で、私も正直相手にはホストとかやってほしくなくて、ありがとうございます。でもやっぱ向こうはやっぱ目標があるから、その金額を稼ぐために働いてるよっていうやつだったから、まあそれでいろいろあって、いろいろあってホストのキャバクラのところで喧嘩っぽくなっちゃって、うん、そのままちょっと逃げるように出てっちゃったの。ああ、結構修羅場というかっていうのを揉めてたら、うん、向こうから、うん、なんか仕事と俺どっちが大事なのっていうふうにちょっと言われちゃって、うわー、なるほどね。ちょっとそういう話とかされたらちょっと私選べなくなっちゃって、うん、最終的に仕事を選んで逃げてきちゃったんだけど、うんうんうん、その子から昨日バラをもらって返そうかと思って、やっぱ返事返せないって思ったから、うん、そのキャバに行ったらその子がもうしばらくもう、はい、行かないみたいな、半分もう仕事辞めてんのかなみたいな。それでじゃあもうほんとはるかちゃんのために仕事を辞めてくれたんじゃない。そうなのかな。え、そうでしょ絶対。でその後にピザ屋さんに行ったら、うん、やっぱその子の表の姿だから、あ、ピザ屋さんが、ピザ屋でね、うん、でその子がレシートを切ってくれたんだけど、うん、レシートってなんか名前がつくらしく、その文字打てるらしくて、うん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 、そこでなんか明日の25時なんか遊園地前で待つみたいな感じの来たの。これってさ、うん、男の子的にどういう意味なのかなって思って。それは、うん、あの、あくまで俺の考えだけど、うん、その遊園地でデートして楽しい雰囲気になって、うんうん、それで別れ際にもう告白来るんじゃないこれ。本当なのかな、うん、来るかな、来るでしょうよこれ。私、うん、何回も信じて、うん、悪いことしないギリギリで逃げてきてる人生なんだけど、うん、ここの町に来て、うんうんうん、今回もそういう風に、うん、その遊園地終わったら、うん、キャバに運送されて、お金ですって言われたくなくて、うんうんうん、それが今めちゃくちゃ怖いの。なるほどね。え、でも俺思うの、うん、やっぱそこで告白してこない男は、うん、もう多分何やっても無駄だから、無駄か、うん、だからもうそこでもし告白してこなかったら、うん、あのもう鎮痛剤ぶっ刺してもうさよならしよう。ありがとう。いいんじゃない、なんか話聞いてもらって、うん、ごめんね、ありがとう。あの鎮痛剤をとりあえずその数字の、ね、そう1番か2番にとりあえず、うん、あの2番に置いといて、そうセットしとこう。いいじゃん、うん、ロマンチックだね。へえ、なんかいいね、なんかやってんね。本当やめてよ。こんな話するのもなんだけど、相手ライバーだぜ。だってライバーとライバーでそんないいんすか、そんな香ばしい話。おじさん嬉しくなっちゃうわ。よかった、楽しんでもらえて。やっぱね、そういうのね、じゃんじゃんあった方がいい、うん、ライバー同士でも。関係ないもんね、だってライバーなんて。そう、俺たちは人間と人間なんだよ。だっていいじゃん、その恋愛ぐらいしたってな。叫ぶな、なんか気持ち高ぶってない。やっぱそれがやっぱね、そう、正しい人間と人間の関わり方だよな。だってなんか、そう、それでいいんだよ。人間と人間の関わりっていうのはそれでいいんだよな、はるかちゃん。痛い痛い。ごめん。ちょっとテンション上がっちゃった。ごめん。テンション上がりすぎたよ。そうですよ。そうじゃん。昨日の話で続きがちょっとあったんだ。いいね、何？領収書にメッセージが書いてあったんだけど。なんて書いてあったの？うん、最終日の25時に遊園地の前で待ってるってきて。え？どうなるかわかんないんだけど。勇気出していこうかなって思って。じゃあもう本気だったんだ、ダークネス。
やっぱそうなのかな。不安だけど自分の気持ちにちゃんとやっぱ向こうがさ、そうやって領収書でですね、こっそりメッセージするほどだったから、ちょっと私もその気持ちには応えたいなと思って、おお、洋服を強化したのどっちかにちゃんと買いに行こうと思うんだ。今から行こう、行こう、パトロールだ。何系にしたいの？なんかこう女の子っぽくしたいとか、うんうんうん、女の子っぽくしたい、可愛い自分になりたい、可愛いが今ね。ガーリーで行こう、ガーリーでめっちゃ可愛い。ありがとう、なんか自分に自信ついたかもしれない、うん、ありがとう、頑張ってね、頑張る。現金と預けてるの合わせたら6000万あるから、うん、1億いけるってこと？いけるね。これがスーパーボリです。色とか変えれますよ。わ、かっこいい。すごい、4人乗りだ。夢のヘリだ。ね、ライ君とお付き合いすることに。おお、あれ、ありがとうございます。あ、明日、私も明日、あの、うん、ちょうどリリ様が、あの、ドライブ誘われてくれたんですか？なんか、春が来てるな。どこまで来た？10分15分くらいまでしかいられないや、私。そうじゃん。そう、パシフィックの時間にちょうどダブりそうで、もう個人的に胃がキリキリする。俺今から30分でキーナガオにサーマルを覚えさすから。本当？ありがとう。すいません、おのまつちょっと席外します。いってらっしゃい。いってらっしゃい。おかみ頑張って。え？まあ、あれは。だって砕けろ。何？はい。ファイトです。応援してますよ。応援してるよ。リクルタイムいつでも待ってますよ。で帰ってきてね。うん、じゃあさ、一人ぼっち乙女の運だな。何？みんな察しよすぎじゃない？緊張してきたのだ。めっちゃ緊張。待って、ちょ待ってくれよ。ね、待ってくれよ。一旦外すわ。あ、鎮痛剤、鎮痛剤、鎮痛剤。めっちゃ緊張してきた。めっちゃ緊張してきたんだけど、みんな。え、待って、来なかったらどうしよう。待って、来なかったらどうしよう。ああ、メルチ、めっちゃ頑張って戦ってるんだな。この流れで確かに来なかったら、ちょっとピザ屋燃やしに行くわ。バット持つわ。ピザ屋の格好のまま来ちゃった。どこが入り口だ？遊園地って。帰りまでに、向こうから、アクション起こさんかったら、泣きそう。勇気を出せ。落ち歩く勇気を出せ。え？どこ？どこだ？どこだ？こっちか、入り口。ごめん、反対側にいた。あ、そうだったんです、ね、ごめんね。大変お待たせいたしました。いえ、大丈夫です。来てくれてありがとう。いえ。じゃあ、遊園地行くか。はい、行きましょう。てか、めっちゃおしゃれして来てくれてる。うん、今日はちょっとおしゃれしてみました、うん、のために選んでみました、うん、でも、あの、自分じゃ選べなくて、うん、同僚の子にも手伝ってもらったんだ、うん、なんかめっちゃ嬉しいやつ、ありがとう。あの、聞いたよ、うん、ポスト辞めたって。うん、まあ辞めたわ俺。まあ、あの、見ての通りピザ屋なんですけど。俺もね、最近この町に来てね、うん、で、お世話になってたピザ屋さんで、まあ、働いてて、うん、で、まあ、みんなでピザいっぱい売れるように、ピザのヘリ買おうねっていう話をしてて、でそれでちょっと仕事が、まあ、どうしてもピザだけだと稼ぎ足りなくって、そうだよね、夜の仕事してたんだけど、うん、それが、まあ、夢叶ってピザのね、ヘリをね、買うことができて。うん。金が貯まったから辞めたってことなの？いや、貯まる前に辞めてたわ。あ、貯まる前から辞めてたんだ。うん、まだ金額足りなかったけど、その、はるかとさ、うん、言い争いしたじゃん。うん、で、そう、あれをね、謝ろうと思って、うん、ちょっと角梨さんに連話したんだ、うん、あ、そうだったんだ、うん、なんか解決しないといけないなっていうのが一個あって、それで、うん、今日来ました。今ここに来る時とかすごく、なんだろう、緊張もしたけどすごく嬉しいっていうか、またこうして話せるのが嬉しいなっていうのもあって。ありがとう。あ、めっちゃ綺麗だ。え、嘘。夜景。
あ、ほんとだ。いやでも正直さ、花束渡した時さ、うん、終わったって思ってさ、なんか今こうやって一緒に観覧車乗れてんのマジで奇跡だなって思うから、本当に来てくれてありがとう。私も、うん、一緒に来れてよかった。行こうって言ってたからなんか電話来てて降りれない、ちょっと待って。そう電話来てて降りれなかったんだけど、ちょっと待って、行っちゃった。マジかよ。ちょっとちょっと待って、はい、どうされました。続きはいないんですけど、ちょっと他のスタッフに確認してみるんで。もしもし、今てっぺん通り過ぎて、あとちょっとで降りてくるから、本当にごめん。はい、本当に、ね、ごめんね。待ってます。ちょっとすまん。うん、はい。なんてこと。かわいいね。なんか、ちょっと、なんか情けないところがかわいいね。次こそ降りるぞ。うまく。自分の気持ちをうまく言葉に紡ぐことが可愛い。めっちゃもろ聞こえるんだよ。ごめん、お待たせ。うん、今来たとこ。なんでだよ、本当は俺が言いたいセリフだよ、それ。もう。なんか、なんだろう、うん、なんかダークネスの時は、なんか無理して着飾ってたのかなっていうのが、すごく今分かって、なんか、すごく、なんか鈴木先輩って可愛いんだなって思った。何言ってんだよでも俺だって頑張ってたんだよでも、私はやっぱダークネスの時より、今の鈴木先輩の方がいいなって。バーガーショップがあるんだ。ピザのが美味しいけどね。ピザの方が美味しいよ。ありがとう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。負けられねえ戦いがここに。あ、マジ。負けられない戦いが。今はこれかな。鈴木先輩に聞きたいことがあります。はい、ちょっと待って、先に、はい、俺から言いたいことがあります。はい、もうちょっと景色いいとこ行こう。ちょっと待ってよ。あれ、さっきのってどこ行ったの。これこうして、こうして、あれ、先輩ウィスパーになってないかもしれない。こうして、悪聞こえだ。え、こんなに悪聞こえなのかな。めっちゃ悪聞こえなんだけど。声が漏れ、これ何ですか。これからも一緒に遊んでくれますか。俺、その、はるかにめっちゃひどいこともしたし、なんていうか、まだ人としてすごく未熟なんですけど、今までの分、ちゃんと謝りたくて、で、改めて、その友達からこうなんか仲良くなってってほしいなっていうか、そのちゃんともっと俺のちゃんとかっこいいとこ見てほしくて、本当は指輪を買いたかった。でも、はい、俺お金がないです。足りなかったです。貯めたんだけどちょっと間に合わなかったんで、一旦、はい、このクマを買ってほしく。クマ、テディベアです。あ、クマ。今日せっかく一緒に遊園地に遊びに来れたので、今日の記念にもらってほしいです。もらってもらえない場合は俺が持って帰って泣いて寝ます。そんな泣いて寝ますな。私はずっと変わらないです。私はダークネスじゃなくて鈴木先輩のことが大好きです。俺も好きです。付き合ってください。はい、あ、回った。待たせれた。嬉しい。え、めっちゃ嬉しいです。ありがとう。ありがとうございます。あとこれもらってほしくって。何ですか。こうすればいいのか。あ、これって冗談で、はい。まあダークネスとは仮の姿でね、しがないピザ屋です。これあのはるかにもらった分ちゃんと全部返すから、ちゃんと真面目に働いてちゃんといつか返して、でその上で
改めて指輪を買うので、でそのピザは、まあ、ダークネスもだけどその丸いピザは粉から全部練って作ってるピザです。はるかは美味しいものが食べるのが好きだと言ってたので、うん、これの手作りピザをもらってください。嬉しいです。今までもらってきたものよりそな何よりも嬉しいです。これ食べませんか。食べるか。食べましょう。ここから始めていきましょう。もくもく、うん、美味しい。写真撮るか。写真撮りましょう。やった。ありがとうございます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 。みんなで遊園地行きたいっす。行きたい。遊園地やった。やった。もう見て。かわいい。何の音だ。あ、ちょっとさ、写真撮ってもらっていい。写真アホですか。すごい、これ売れるの。ちょっとさ、写真撮ってもらっていい。写真アホですか。そう、あの、ここでちょっと2人で写真撮ってほしくて。はい、ちょっと待ってくださいね。あの、僕一旦補填いいですか。撮る撮る撮る。え、ダークネスじゃない。え、ダークネスって誰ですか。何ですか。え、やっぱダークネスって誰だろう。やっぱ女いたんだね。ジャンプして乗れんじゃん。ダークネスじゃないです。本当にお店行かなくてよかった。お店やめたから。あんたなんかピザ屋として幸せになっちゃえばいいんだ。おお、乗ってるわ。ごめんね。なんかすげえすげえ。幸せになってるダークネス。乗れてる。さよなら。俺と。ごめんね。なんかすげえすげえすげえ。次列号、次列号はどうすればいいの。写真撮れましたよ。あ、これ笑うなお前ら。ちょっとこの写真誰撮ろうが。いや、撮ってって言ってた時、いやもう撮ってって言った時に撮りましたよ。ダークネス、やっぱお前こんなあったんじゃねえかよ。お前ヘリのためだったから。お前、何やってんだろ。俺の彼女ははるかだけだ。俺の彼女ははるかだけだ。俺たまねがてる。これ、今撮りましたけど。ずっとそうだったんだ。おい、ゆっくりすぎねえか、これ。ずっとそれで、来てたんだ。ありがとう。ダークネス。あれ、待って、もう知らないんだからね。待って、待って、待って、これ何、何、何？鎮痛剤なんだからね。待って、はるか、違うんだ。ねえ、もう知らない。せっかく信じようと思ってたのに。はるか待ってってば。はるか、どうして、どうして鎮痛剤なんて、ね、ソフィア。なに、私のキャバクラの相手にも彼女がいたわ。ダークネスは裏切り者だったよ。私以外の女もいたんだ。ちゃんと貢いだ。違う、だってこれから貢ぐ予定だったもん。ヘリも一緒に買って。もう遅いよ。やばいよ。もう遅いよ。なんでそんなこと言うの。知らない、この同期の喧嘩。仲間割れ。俺の恋は終わりました。皆さん、俺の恋はマジで終わりました。いやはるかおら、帰っちゃった。ま、付き合ったってことでいいんだよな。付き合ったってことでいいんだよね、これね。そうね、多分これからも ついたり離れたりするんだろうね。うん、知らないよ。どういう、知らないよ。チョキエキ持ってくれないよ。殴るって。誰見てるの、おばさんやな。出血してるよ。おばさんやな。時間の時間。時間もらえよ。すごい。どうやってんの、もうだろか。